目安高10倍を切りました。 8.2 倍となっています。上位拮抗ムードの中で高枠両者、そして外枠2人も A 級レーサーでありますが、差のない人気となっているようです。それでは第10レースがピットアウトになります。離れほぼ同体でありまして、現在バックストレッチ側定番順に並んでいます。開催初日の水面終盤戦の好カードは予選特賞競争第10レースの開始を迎えています。対戦の6選手は1号艇福岡の町取り勇気、2号艇大阪山本健二、3号艇福岡このカード2人目になります梶原忠、4号艇は近畿兵庫若手です鈴谷一平、5号艇が東京からは村田敦、そして6号艇東海愛知からは月柄貴俊、以上6メンバーの対戦です。高枠両者人気をかぶりましたが、1号艇の町取り勇気、第3競争センター戦で4着でした。2コース2号艇の山本金次、第1レース目玉指名だったんですが3着、3コースには3号艇の梶原がそのまま入ります。へさき後方助走距離を取りまして、ダッシュ勢4コース角1には兵庫の116期生は鈴谷、展開の鍵を握る角1ということで5コースから5号艇の村田敦、サイアウト6号艇の隙からコーモーター43号機でありますが、新プロペラでの参戦ということになります。今シリーズ枠なりの3対3、フォローの風は 1,2 メートル、スタートまで10秒前です。予選特賞競争第10レース進入体系はインコースから1番2番3番4番5番アウトコース6番の体系、第10レーススタートいたしました。スリット通過後4コースから4号艇の鈴谷がさあちょっと覗く感じになりまして、まくり体勢でありますが2号艇が先まくり、そして1号艇がうち4号艇差しに切り替えました。最内の方から3号艇が差し込んで1マークちょっと混戦になっていますが、差しに切り替えた4号艇の鈴谷一平、リードの方は現在一定心ぐらいです。2番手追走先まくり観光、2号艇の山本、3番手には1号艇の町取です。4番2番1番の体勢ですが、トップ争いは今度はうち2号艇切り返し分かって4号艇外並んでいきます。2号艇4号艇が握り合いという形になりました。4号艇外抱き込んで2号艇はちょっと引き波にはまりました。最内の方から今度は差し込んでいくのは1号艇でありまして、トップに立ったのは4号艇の須田日平ですが、リード一定身ぐらい、内側のから1号艇の町の単独2番手に浮上、4番1番3番手は展開をついて3号艇の梶原浮上、後方は5番6番2番、2号艇の山本はターンが膨れんで現在は4番手争いという形ですが、今度は1号艇4号艇やり合って内側のからズバッと相手3号艇が今度は展開をついてトップに立ちました。トップに立ったのは3号艇の梶原忠、リードは2艇身ぐらい、2番手には1号艇の町取り、3番手に5号艇の村田です。4号艇の須田にでありますが、現在展開不利になきまして6番手まで交代いたしまして、向こう正面中間点3番1番、今度は内側の方から今度は5号艇あるいは2号艇と接近いたしまして、今度は3号艇内側の方から2号艇が切り返しを図って今度は5号艇が差して、今度は差し返す1号艇の町取り、さあここはトップ争いが2点3点という形で、再び1号艇の町取りトップに立ちまして、リードの方は4艇身、今度は2番手の際6号艇の杉原と2号艇の山本、そして4番手に交代5号艇の村田という形になりまして、後方は4番3番という体制です。1号艇先前、5号艇が内小回り、6号艇が外抱き込んで最内2号艇切り込んで1番6番2番の体制、向こう上面に入りましてリード4艇身、1号艇の町取り、2番手追走6号艇の杉原、内をつきましては2号艇の山本、現在3番手ですがへさきかかっていきます。162か126の体制が後方でありますが、4番5番3番という体制で向こう上面です。1号艇ラストマークをクリア、そして2号艇を生かせまして6号艇が差しのハンドルですが、2番手争い接戦も上位の体勢はどうやら1番2番6番の体勢で最後の直線コースからゴールを迎えそうです。今1着で1号艇町取りゴールイン、その後は2番6番でゴールイン後方ですが、5番4番最後方3番ゴールインです。なお3連単126は 17.9 倍となっていました。